はい、こんばんは、山城と申します。今日はね、意識低い系雑談動画ですよ。もう実際にこの最底辺 YouTuber がね、雑談をするということですね。雑談というかですね、今回はね、ちゃんとしたテーマなんですよ。一応ね、なんかね、最近うちの動画ね、よく言われるでしょ、もうとにかくグダグダやないかと。ね、あの40分間延々とね、車の中で喋ったのあげたりしてね、大変、もうこっぴどく怒られましたよ。ということでね、ちょっといい本を見つけたんですね。なんかですね、これね、PHP ですよ。なんか、なんやかんやで PHP ばかり言っても、別に私普段別に PHP そんなに踏んでるわけじゃないんですけどね。斉藤隆先生という方がですね、1分で大切なことを伝える技術っていう本を出してるんですね。ということでね、買ってみましたよ。まだ全然中身読んでないですけどね。ってことでね、なるほど。そっか、1分で大切なことを伝える。時短ですよね。そうですよね。要約して、いろんなことを要約してですよ。うん。ね、ビシッと伝える。これはもう YouTube でもそうじゃないですか。ね、あんまり長い動画でも、特に最近はね、長い動画でも5分から10分ぐらいのね、短めの動画の方が、まあ、集中力とかがね、特にまあ集中力というのを深く短く持つ傾向にあるんで、長く維持させる集中力っていうのがね、まあ私の今やってるような仕事とかね、あとは郵便局の配達とかになってくるとね、まあそういった集中力も必要になってくるんですけど、まあなかなか若い方は、を中心に、なかなかそういった長い集中力というのが、持ちにくいと言われてる昨今なんですよね。まして時間というのは有限です。あらゆる YouTube チャンネルがあります。ね、ということで、今回はね、何をしたいかというと、その話をするのにいくらかで、何を隠す、今回の動画はね、タイトルにもなってると思います。この、1分で伝えることが大事というね、そう、1分で大切、ね、ね、言いたいことは例えば5分以内にまとめるとかって言うじゃないですかね。もうまとまってないですけど、うん。ね、いや、その大切さ、いかにこうまとめてね、やることが大切であるか、ね、1分とか5分ね、まあ、ここが1分ってなってますけど、ね、1分でまとめることが大事だということを、1時間かけて、もう、まるっと1時間、ノンストップで語ってですね、ああ、なるほど、1分でまとめることってこんなに大切だったんだということをですね、お伝えできればと思っておりますので、これから1時間回しますからね。このまま1時間ずっと喋りますよ。さあ、ついてきてくださいよ。もう、ついてくる気、皆さんなさそうですけどね。まあでもね、おかげさまでうちのチャンネルも21人まで増えましたからね。で、新規の人だなと思ってましたらですね、何のことはね、電話かかってきてですね。で、広島、宮城、まだっていうね。あんたかいっていうね。いうのがね、かかってきました。まあまあ、視聴者様でございましたから、ありがとうございます。もうここまで見てないと思う、あの人は。うん。まあ、その人はね、絶対ね、もう開始10秒ぐらい切っとる。だからここまで見てないと思うから、別に俺を言ったところであれかもしれませんけど。そう。ね、そういうことでね、何が大事かって言ったらですね、そう、限られた時間。なわけですよ。人間、そう、時間というのは限られてますからね。その時間をいかに効率的に使うかというのが、特に現代人というのはですね、とにかく非常に求められるわけですよ。とにかく何せ時間効率化がすごく細分化されてきましたからね。もう本当に。ね、それこそ中世の時代とかはね、ひどけだったわけですが、分とか秒っていうね、概念がなかったっていうね、こともあるわけですよ。特にね、江戸時代の日本なんかだったらそうだったなんていうね、ことも言いますよね。うん。うん、ですから、それに対して時間の管理というものをするようになった。で、日本人というのはそこでですね、時計というのをですね、結構成功に作るようになってたという。で、まあね、それでですね、しっかりと時間の管理をするようになってたんですけど、今それがですね、ぐーっと突き詰められてですね、時間効率性というのがすんごい、まあ、改善方式とかね、いろいろあるじゃないですか。ということでですね、もう本当に1分1秒なんですよね。もう作業でも、それこそワンオペでね、そのカラオケ屋なんかやってたらですね、2分無駄にしたらもうダメですよ。うん。1時間で2分無駄にする人間だったら、もう回らないです。っていうぐらいまでカツカツに詰めてますからね、すべてのオペレーションを、ここの清掃業務とかを、ここの空き時間、こういった過ぎ時間でできるとか。それこそこれどこだったかな、松屋やったか、すき家やったか、
間なんかは、例えば休憩に、ね、基本ワンオペで、換算時間帯にワンオペで回す。そこでもう一人休憩に入る。で、休憩に入るけど、何名以上のお客さんになったら、休憩を、タイムカード打ってね、休憩を切り上げて、2オペにしなさいとかって言ってね、それによって2分30秒とかね、提供時間の1分の遅れとかをなくすっていうね、そういうこと、コンビニのレジね、コンビニのレジなんかもそうですよね。秒単位で争ってやりますよね。効率を。うん、あれ、コンビニのレジなんか多分5秒段取り遅い人がやってたら本当にイラッとしますもんね。日本っていうのはもうそれ、ね、まあ、私の場合特にせっかちですからね。もう本当にね、まあ、カラオケのシーンとかでね、新人教育やるとね、大体、いい、その後輩から別にいい評価をもらうことは少なかったですけど、何してね、徹底的にね、無駄を鍛えますからね、あそこの動き無駄、あそこの動き、まあ今なんでそこで3歩動いたのとね、ああ、そうです、P コーペレーションは5歩以内、まあ、ワンペルは5歩以内は無理ですけどね、飲食とかでしたらよく言いますよね。ピークの作業、昼の12時の飲食のキッチンは5分以内で、全ての作業が完結できるようにシステムを作れてね、これが7歩動くシステムやったらもうピークのオペレーションが崩れる。そこら辺まで追求してやるわけですよ。そうそれを私がね測ったらですね、 お前今無理やり歩幅5歩にしたやろとかねよくやってましたけど、どうやって止まらないのとかって言ってね、そうなこともありましたけどね。そうなんです。それくらい時間って大事なんですよ。お前本当に時間大切に思ってるかというとどうかかもしれませんけど、そうなんです。だからね、こういうような本は、まあ、きっと、ね、まず結論から言うとかね、きっとそういうようなね、ことがずらっと書いてあるんですよ。何も読んでないですからね。なんか風呂、ようやく起承転結ね、こう、ずっとまとめてとか、まあ、そんなようなことが書いてあるみたいですよ。要点をまとめると、まあ、そんなような感じのことが書いてありますね。今ちらっと見たら、まあまあ基本的なことなんでしょう。見てくださいよ、このどちらかというと、これ反面教師ですかね。だからこの動画を1時間見終わった時には、なるほど、こんなぐらぐらと喋っていたらそりゃダメだとね、これは心を入れ替えて私もちゃんと、ね、効率よく喋れるように気をつけないといけないなってね、いうふうにね、思いつくことでしょうということで、反面教師としてぜひやってくださってください。それが最低限 YouTuber としての責務かなと思ってますんで、もう意識低いですから、私がそんな意識高い系みたいにですね、スラスラとですね、要約をまとめてですね、ただ英語で喋ったりとかも何もできないわけなんですよ。ね、ちなみにこれね、今ね、なんでこんなことやってるかって言ったら、何を隠そうですね、今日ね、カンコリのイベントの初日なんですよね。そう。カンコリのイベントの初日で。で、まぁ、ちょっと今、E1 ですよ。E1 のところをやってるんですけど、まあ、まあな感じで大敗撤退したわけですね。道中で、初戦で、E1 の初戦で、はい、見事に、最後の来撃で、嘘っていうね、まあ、ごめんなさい、これ、観光でやってる方しかわからない。ここら辺まで観光でやってる方が見てるかって言ったら怪しいっていうか、見てなさそうだね。もうたどり着かないでしょうけど、一応言っときますね。そう。で、これね、言い訳でね、やられるとですね、まあ、いろいろとね、まあ、めんどくさいことがありましてですね。で、また、その大敗したのが、今回、まあ、ね、やってる方は分かりますよ。2019年の秋イベントね、11月31日スタートで、秋イベントも下手くもねえだろうと思うね、思いつつ、もう冬じゃんっていうね、冬イベントでいいじゃん、年越しイベントでいいじゃんって、思うんですけど、まあ、そうはいかないみたいですからね。あ、で、そう、のイベントなんで、ね、やってる方はね、わかるでしょ。E1 の初戦、ね、まあ、駆逐艦でいたら駆逐艦がやられたわけね、やられて大破撤退したわけです。ね。そうするとですね、まあ、2時間くらいです。2時間くらいだったんですよ。ね。修理が。で、まあ、疲労度も溜まるじゃないですか。あれ、初戦撤退するとね、道中初戦撤退痛いんですよ。ね。だからね、疲労度も溜まっちゃったし、で、まあね、2時間、このね、今回のね、長いイベントで、2時間のね、あれだけでバケツ使うのどうかなっていうんで、じゃあちょうどいいよ、これやろうということでね、合間でやってるわけです。ということでね、やり始めたんで、だからお気づきでしょう。
何も読め、本当にね、話すことをまとめずにね、とりあえず1時間喋って、時間潰そうとしてるわけですから。だから何も具体的なね、その、お伝えしなきゃいけないことなんて何もないわけなんですよ。いや、まあね、わかりますかね、この感じ。ただね、これしまったな、時間がわからないんですけどね、何分ぐらい喋ったか。これね、実はね、時間が見れないですよ。今、再生時間がね、なんか見る方法あるのかな、ここだったら見えるかな。よいしょ。あ、見れた。変なもん映ってないかな。大丈夫かな。10分らしいんで。なるほど。だいたい56分ぐらいから喋っとったんですね。じゃあ、なるほどな。なるほど。まあ、あとはね、時計はありますんでね。今ね、もう測りましたから。今10分でしたから。こっからあと50分喋ります。おいなぁ。まだ10分か。ね。いくら山村さんといえどもですね、そんなに話すことはないわけです。あ、でもそう、もう言うことをまとめるって言ったらですね、やっぱしね、スマホとかって便利ですよね。そう。スマホでね、私ね、今気に入ってるアプリがあってね、カラーノートっていうアプリあるんですよね。これ便利なんですよね。オフラインでもう入力ができますし、それをですね、共有リンクをね、貼っければですね、別のタブレットとか、別の端末とか、あとはですね、実はパソコンでも、見ることができるようになりましてですね、長いね、編集とかは、パチパチパチっと、ね、パソコンでやって、それを共有化させたらですね、こっちの方にですね、買い物リストとか、ずらっとね、並ぶようになったりとかですね、で、こっちの方で消し込みをして、で、消してとかっていうふうな使い方もできます。それでですね、実はですね、要点をまとめてる意味でも、そういうのをやってるわけですよ。実際にですね、まあ、ここは出しても大丈夫かな。いろんなね、こんなね、感じで項目作ってありましてですね。まあ、それでやらなあかんこととかですね。まあ、こんな感じでネタもね、いろいろとね、集めてるわけですよ。40倍使うネタなんかやろうかなと言ってね、いろいろありますね。これいい加減やらなあかんな。ね、そう。ザンパーのね、あれとかね、前回のカンコレのイベント報告をまだしてなかったなっていうね。まあ、いや、それはね、今回のね、時短とはね、まだちょっと違いますからね。そう、まあ、要はでもこういうふうな感じでですね、要点をね、チェックリストとかにしてね、まとめておくと、実際、こういうの、仕事にはね、役立てますからね。仕事の時はこんなぐだ、最近ちょっと、こっそりぐだぐだやってそうな気もしますけど、いや、真面目にやってますよ。真面目にはやってますよ。なんですけどね。最近ね、そうなんですよ。寝る時間が早かったんでね。この時間すごい眠くなってきてますけど。いやー、でもどうしましょうね。まあ多分ね、今日イベントの初日なんですよね。カンコレの。多分そろそろね、かかってきますから。やつから。多分ね、かかってきますよ。そのね、うちの裏代表ね、スターステールの。そうですよね、一応ね、サークル活動としてね、やってるわけですから。多分、だいたい初日はね、どうとかかってくるはずなんで。で、私がね、明日休みっていうのも分かってますからね。そう。いやー、でもね、こういう感じで。まあ、大事は大事なんですよね。ね、効率化ってね、ドラスティックにできることもありますよ。まあ、レボリューションって呼ばれるようなね、圧倒的な技術革新が起こって、バーンと時間が10分の1とかでできるようになったとかってね、いうような革新の仕方もありますけど、基本的に有効なそのやり方っていうのは、あくまでもそのドラスティックなものよりも、モディファイなんですよね、やっぱし。いろんな問題を発見して、それに対する原因を追求して、で、対策を行って、試案して、実際にそれでどうかなって試してみて、まだあかんところがある。じゃあどうしようとかって、これの繰り返ししかないんですよね。でもこれを繰り返せるかどうかっていうのがですね、最終的にやっぱし効率的な職場とかっていうのを作れとる場合は、そういうのができとるわけなんですよね。これは
いろんな業種で見てきましたけど、まあほぼほぼ比例しますよ。うん、だからね、こんなね、ネタ高しね、まあそうやって暇な時間があるわけだしね、やったらいいじゃんって言ってね、こんな1時間もね、喋る動画を作っておるような人は、やっぱし YouTube で上に上がれないわけですね。仕方ない、最低。ということでね、本来なら例えばですよ、これが1分でようやくできる人間であれば、60分時間があるわけですね、1時間ってことは。ってことはですね、1分でお題をまとめることができたら、このいろいろネタ帳に書いてあるネタですよ。ね、何をやるべきか、YouTube でね、YouTube で言ったら、配管乾杯、容量とかのね、いわゆる業界用語ですね、あと何、特殊室ね、特殊室とかあるんですよ。ね、それについてね、そういったね、部屋があったりとかね、特殊室、本当に特殊な部屋とかって特殊室とかあるんですよ。そうそうそう。あと、JPCC にね、安泰協ね、安全対策協議会ね、ありましたね。これ、苦しめられました。マルツ業界、マルツでもね、マルツって、もうこれも完全に業界用語ですかね。うん、あと、業権な、こういうね、結句とかね、うん、まあ、いろいろとね、あと、郵便体操ね、郵便体操はあれ3分かかりますけどね、さすがに、フルコーラスからどうしてもありますかね。タタタタン、タタタタタンタン、タタタタン、タタタタタンタンってね、このね、何やと思う。ほとんどの人は何やってなってるかもしれませんけど、今のね、音で聞いたらですね、あ、朝の8時、ね。もう日7集合というね、そうそう、日7っていうのはまたこれまた業界用語ですが、まあとにかく郵便局って本当に業界用語多いんですよ。それをね、いろいろとね、紹介するとかってちらっと一回やってましたけどね、あれ意外となんか意外とこうみたいだよね。あ、そう、ね、そういう解析やってるんですよ。一応ね、あれね、面白いもんでね、ちゃんとこんな最底辺 YouTuber でも YouTuber ですね、ちゃんとですね、YouTube のその、クリエイター、YouTube クリエイター、そうなんですよ、YouTuber ってどうも日本語なのかな、海外では YouTuber って呼ばないのかもしれません。YouTuber は基本的に YouTube クリエイターって言ってですね、YouTube のその、動画活動を行う方のことを呼んでますよね。うん、で、その YouTube クリエイター向きの、そういった、情報提供とですね、なんと私にもしてくれるんですよね。すごいですね、YouTube。ごめんなさい、YouTube っていう、ね、気分になってくるんですけど。ですので、YouTube スタジオっていうね、のがあって、これ多分 YouTube クリエイターやってる方ならもう絶対に見たことがあるやつなんですけどね、YouTube スタジオっていうのがあるんですよ。それでね、こうずーっと見てることですね、いろんな、あなたのチャンネルは今こういう動画が人気ですよとかっていうのがザーッと出てくるわけです。おんや、人気の動画なんてあるかって言ったらですね、実はですね、うちのところですね、地味に再生数伸ばしてる動画もあるんですよね。うん、ちなみに一番多いやつはね、実は1000回超えてるんですよ。うん、何かと言ったらですね、いかにもとね、これ上位 3つ上げようとすると、全部ね、YouTube なんですよね。郵便いろいろ雑談動画。ね、何がいいんやってね、思うかもしれませんけどですね、まあ、要は、あまりにもね、ニーズも少ないですよ。ね、他のね、ラファエルさんとか、ね、はじめ社長とかやってるようなね、YouTube のことを言ってる動画っていうのは、これね、もちろん視聴さんの数も多い。でも、競争相手も多いわけです。それに対してですね、こっちは視聴者、それは郵便のことね、これ一番ね、伸びてるのがね、簡易書き留めと書き留めの定義について語った動画ね、これなんかですね、重要なことほとんどないわけですよ。ほとんどないんですけど、実はね、これね、どうもね、うん、ずーっと再生あるんですよね、これ。動画投稿開始してからですね。実は動画投稿開始してから、これ今ずっと見てますけど、50日間の伸び率と、今ね、実はこの動画はほぼ初期に上げたんで、300日ちょうど経過してるんですね。300日。ずーっとね、面白いですよ。ずーっと横ばいなす。ずーっとこんな感じ。普通はね、普通の旬の動画っていうのはね、投稿したらボーンと再生数が上がって、そこからスーッと落ちてくるんですけどね。これは累計値が出てくるんで、ボーンと増えてくるって、そして上でところで頭が打ってくるっていうようなグラフになるはずなんですけどね。要は、これね、面白いです。48時間で、今ですよ、今の時点で48時間に15回アクセスがあるんですよね。すごいでしょ。
まあ一応ね、初期に上げてたこのあたりの動画って、一応こういうのは狙ってたら狙ってました。なんて言ったらいいのかな。スーパーに例えるとですよ。やっぱし売れ行きはですよ。生鮮品ですよ。野菜か、ね、お魚か、ね、鮮度抜群のお魚ですよって言ってね、刺身安いですよとかってね。あとお肉ですよね。お肉もね、豚肉安いですよ、切り落としグラムに78円でやってますよとかね、もしくはね、牛肉サーロインステーキ売ってますよとかってね、やっぱそっちのが人気なわけですよね。あとお惣菜のコーナーも人気ですよ。ね、ね、今日はお弁当、うちはお弁当250円弁当ですよって、佐野屋さんとかね、んな感じかな、とかね、もしくはね、398円の弁当でもね、うち見てくださいよ。ロースカツ、これ手仕込みですよ。当店で作っておりますよ。とかってね、あったりしますよね。牛トロさんのカツ丼とか美味しいですよね。そうそうそう。そういうところがやっぱりみんなわーって続いていくわけです。そんな中ですね、うちがやってるのはですね、漬物コーナーですよ。こっそりと和装、和にいっぱい。にっぱいコーナーでですね、こっそり売ってる漬物のね、しかもエンド棚じゃないですよ。エンド棚でキムチコーナーが作ってあってですね、そこでバンバカ売れていくね、キムチじゃないんです。こっそり、ね、にっぱいの、和にっぱいの、ずらっと並んでるね、たくあんとかがずらっと並んで、白菜漬けとかが並んでる、その横にですね、まあ、甘酢漬けとか並んできたらですね、その上あたりですね、もう普段人のね、動線にも入ってこないようなところですね、ちょろっと置いてあるようなですね、きゅうりのぬか漬けみたいな、そんな立ち位置なんです、うちはですよ。でもそんなきゅうりのぬか漬けをですね、バカバカ作ってる YouTuber がいる方、いないわけですね。実際に、この書き留めの動画なんていうのも、アクセス、ニーズは少ないかもしれない。でも、これしかない。そうすると、で、いいのは、郵便っていうのは、今、皆さん郵便出さなくなってるでしょ？郵便の出し方も何もわからなくなってるでしょ？そうしたら、あれ、若い子が何かで郵便を出さなかった。例えば、就活で郵便を出さなかったくなった。あれ、書き留めて付き合わなかんの。何？でも書き留めて何？ってなった時にですね、皆さん、今、スマホで調べるでしょ？そうすると、動画で、YouTube とかでも調べるでしょ？そうするとですね、うちしか出てこないわけなんですよね。っていう、一応そういうのになってました。ですんで、すぐにはポンと再生数が伸びなくても、特に初期の段階では、じわりじわりと再生数が、ちゃんと伸びるようなというか、まさに漬物のようにですね、長いこと漬け込んだ方のが美味しくなるようなね、一応ね、そういうようなやつもね、でも、その漬け込むような動画は基本作らないじゃないですか。ね、動画投稿から1週間の再生数で何本みたいなところがありますからね、特に YouTube クリエイター、ね、それでお金を稼いでる人なんていうのは、ね、特に即効性が求められますからね、この YouTube という業界には。そんな中でですね、こういうのをやっててもですね、別にいいんですよ。だってルール上、ね、1週間以内にその再生数がいくつないといけませんとかってね、動画、そういう動画でないといけませんというルールはないわけですよ。だからですね、ずっとこれから1年、10年とね、同じように2再生ずつでもね、ずっとね、いくような動画があったっていいじゃないですかっていうね。実際にコンテンツを増やすがね、足りない段階ではね、そういう動画を作っとくっていうのも一手ですからね。一応そんな戦略はあったんですよ。まあ、それが、チャンネル登録とかにも何も寄与してないですし、まあ、そもそもチャンネル登録を求めてないからいいんですけどね、うちの場合は。あくまでもうちのと、ね、スターステーズチャンネルはね、売り場、ね、意識低い系、最低限 YouTuber ですから、チャンネル登録求めません。いいね、欲しがりません。これが売りですからね。いいんですよ。さあ、どうだ？これで話して。まだ30分いってない。まだ25分。ああ、きついなあ、これ。なんでまずそこのことやってんだろうな、あれ。まあ、でも、何の話でしたっけ？そもそもは。1分でまとめなきゃいけないから、それをわざわざね、やってるんですよね。まあ、でも、どうなんでしょうね。何かしらね、こう、まあ、サブチャンネルの方はね、ちょっと、ある程度ちょっとですね、再生数増やす方法も考えながらやろうかなと思ってるんですけど、
まだね、サブチャンネルは登録者来てないですけどね、まあいいですよ。うん。おいおいね。うん、やっていければと思っています。まあ、こっちは、やっぱし、全然、直近の、再生回数とかでは全然もう数は入ってこないですからね。まあ、どうなることでしょう。他にはね、一応ね、どんなことをね、やろうかとしとったらね、どんなことを効率的に話そうとね、してるかというとね、あの、邦画堂の方もね、まあ、いろいろとね、ありましたよ。あの、それこそ、認定のね、ああ、そう、あれはね、ちょっとまた抜粋してやろうかなと思いますけどね、今の衆議院、参議院をね、新しい制度に変えましょうとかね、いろいろとね、やっちゃいましたけどね、ああ、でもね、これ大事なのがね、ネットとかでね、やるときに、ね、やっぱし、難しいのが、今、ネットでいろんな情報が拡散されて、ね、それこそ意識の高い人増えましたね、政治問題とかでも。ね、昔、一昔前ならね、ああいう、例えば、DHC テレビみたいな、ね、トラモンのモーニュースみたいなね、番組とか、おはようテラちゃんとかね、昔からね、よく文化放送は言うて、枠ね、取ってやってましたし、けど、ラジオですけどね、あとは、あの文化人放送局で、チャンネルさくらさんとかね、ああいった、まあ、いわゆる保守系と呼ばれるような、ところのね、討論番組とかね、ああいうのがですね、ちゃんとして、ね、再生数が20万とか30万とかね、いくようになってるんですよね。うん。まあ、それはね、すごくいいことなんですけど、うん、でも逆に言うと20万から30万で頭落ちなんですよ。これどうしてかって言ったら、そうやって意識の高い人っていうのは、情報を漁れば出てくる。いわゆる検索をすれば出てくる時代にはなった。まあそこに対して、いわゆる、工作的な、ね、ことを行っている方っていうのは、そこの対策っていうのもやってるのはやってるんです。これはこれでまだ考えないといけないんですけど、そういうふうにアクセスが上がってきたときに、自分たちの方はより上位に、出てきて、こんなの熱量であるとかっていうのをやるって。まあ、それでね、ああ、やっぱそうなんやと、ね、少しでも切り離すとかね、そういうような、工作活動ってのは実際に行われてるみたいですけど、うん。それ以上に大事なのはですね、やっぱりネットっていうのは能動的に動けば出てくるけど、能動的に動かないと出てこないんですよ。うん。受動的にファッて見てたらですね、そういった情報にはたどり着けない。この状況っていうのは打破しないといけない。なぜなら、あくまでも日本という国は民主主義である。自由主義であり、民主主義である。民主主義であるということは、これは、選挙等によって、多数決の原則ですから、多数決で票を取らないといけない。つまり、大衆向けにしないといけない。10万では日本、10万票ではダメなんですよ。日本という国を、どういうふうに考えたときには。1を超えるわけですよ。まあ単純には言えませんし、で10万の中には海外からのアクセスの方もいるわけですから、20万とかね、いうような場合は特に例えば、ね、日本でそういった、韓国の情報とかやってる場合には韓国の人が、その情報を求めるのにすごくアクセスしてるとかっていうケースもありますし、中国の人がアクセスしてるっていうケースもあります。っていうことを考えるとですね、単純にじゃあ10万人いたら10万票が取れるのかって言ったらそうでもないです。そう考えるとですね、全然まだまだ数は足りない。じゃあどうやって広めるかって考えたときに、今要は一つの頭打ちに来てるわけですね。こういう、論壇が。それはどうしてかって言ったら、やっぱりテレビみたいに気軽に入ってこないんですよ。うん。だから今のところでは、例えばコメントとかで私なんか書いてもよく、ね、それで討論とかになりますけど、皆さん意識の高い方が集まってるんで、すごくいい議論ができます。でも多分こういった議論とかっていうのをずらーっと見ると、逆にそういった意識が高くなくて暮らしてる大多数の人は疲れちゃいます。だからそこは問題ないですけど、なんか難しいこと言っとるまで終わっちゃうんですよね。例えばそこをね、うまいこと組み込まれてるなって言ったら、生田義勝さんで、ね、文化人放送局で生田さんなんかはね、わかりやすいですよね。スパーンと切りますよね、本当に。あとは、同じようなところでいくと、常念さんとかね、常念司さんとかも、逆に言うと、ね、いろいろと、ね、例え方が、一般の方には逆に分かりにくいケースもありそうですけど、ね、
まあ、分かりやすく、伝えよう。で、結構専門用語とかを、どん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 解説していこうっていうのがね、で、ね、分かりやすく解説しようっていうのが、ね、あるんで、エントラント向け、いわゆるエントラント向けですよね。うん。まあ、カズヤさんとかも多分エントラント向けにはなってくるんですけど、そうですね。やっぱりカズヤさんとかでしたら動画も10分ぐらいまとめてますよね。うん。見やすいように。若い方とか見やすいようになってるなって。そんなってすごいね、なんですけど、よりちゃんと広めようと思うと、やっぱりですね、そこにはですね、考えない層っていうのがあるわけなんですよ。まあ、それが例えば、それこそ、ね、そういった、左翼思想とかね、それこそ、左翼思想と一緒じゃないってなれるんですけどね、カルト思想とかね、そういうようなのにね、かけてしまう人って、考えるのをポンってやめた人が多いんですよね。何でね、そういったのって何も考えなくてよくなるんですよ。これ考えなくなると怖いんですけどね、私なんか考えるの好きなんでね、バカですけど。考えたところでろくな意見は出てきません。考えた末に出てきたのがこんな1時間ぐらぐら喋るっていう動画なんですから、そんなレベルでございますけど、でも考えるの好きなんです。でも、本当に、ある時点で、そんなに考えるのが嫌っていう人も、どいたすんなんです。うん。だから、そうなってくると、今の、いわゆる保守論だっていうようなところでやってる議論っていうのが、どんだけ議論してもダメなんですよ。頭持ちになっちゃうんですよ。もっと言うと、それね、どうにかしようって言って、真面目に議論をすればするほど、時間を費やせば費やすほど、その層には響かないですよね。うん。ある意味でそういうところをすごく、狙ってんじゃねえかなと思うのが、N 国党ですよね。うん。N 国党は、うん。ね、すごく失礼な言い方かもしれませんけど、バカには分かりやすいですよね、本当に。うん、あれだから真面目ね、保守論壇のところではよく私も、一応コメントとかでね、そのあたりについては、解説というか私なりの意見ね、あげたりもしてますけど、うん、要はどうしようかな、あ、いいか、どうせこの辺りなんて誰ももう見てませんからね。もう30分超えましたからね。まあ、ここら辺はもう誰も見てないからいいやね。この辺りからちょっと骨いっちゃっていきましょうね。しかもこれ、日本邦画統制チャンネルの方でやってないですからね。こっちでやるんかいって話なんですけどね。エルコ島の立花さんとかの戦略っていうのは、まあ、あんまりのはうまいと思いますよ。要は我々、そういうね、YouTube にやってきてですよ。20万人ぐらいでね、真面目にこう、ね、保守論ね、その女系天皇と女性天皇の違いとかについてですね、しっかりと解説を聞いてとかね、そういったものに取り込むとか、そういうようなね、ことをやってる方とか、はもうさようならってしたわけですよね。なんだこんな真面目なことをやってって言って、なんか炎上商法なんで、不真面目なことをやるのは当たり前なんですけどね。でも、それがやっぱし、そのね、議員としての資質かっていうのは問われる。もちろん、問うのも、ね、その、選択肢の一つでありますし、まあ、だから、私も、それはどうかと思いますよ。もちろん、思います。そういうのはちゃんと、ね、ある程度、節論を持った行動も必要なんじゃないかなと思うんで、そこに関して私は評価はしませんけど、それによって、あからさまにそういったそうじゃないところね、そのいわゆる、一般的な真面目にそういうことを考えている人からしてみたら、バカなんじゃないかというようなね、何も考えてないじゃないかっていう、そうからしてみたら、それぐらいで響くわけなんですよね。って、何でこれって。そうなんです。で、そっちの方を通った方のが、実は、YouTube 界隈、ネット界隈は人口で言ったら、そっちの20万でしょ。で、パチンコとかの動画でしたら100万とか行くわけですよ。ポーンって寝台紹介とかでね、それこそ寝台でね、天井引くまで、天井引くまでぶっ込んだとかね、100K ぶっ込んでみたとかね、100K ぶっ込むまで帰れませんとかね、やってみたりとかね、いわゆる、あとは、いわゆる、市場、ね、
私有っていうんですけどね、あの先行して入るやつのね、もう最近なんかあんまりそういうのなくなりましたけどね、の解説とかね、ね、イベントの解説、これが激アツとかね、そういうようなねやつとかね、そういうやつの動画の方がやっぱりね再生数は全然多いわけですよ。ってことはそういう人口の方がまだまだ多いんです。これはねやっぱ忘れてはいけません。何せテレビというのはどれぐらいの人が見てるのかって言ったら、今テレビが見られなくなってるって言ってもですよ、おそらく8000万ぐらいを見てるでしょ、日本の人口からしてね。少なく見積もったってそれぐらいは見てるはずなんですよ、何かしらのテレビはね。私みたいに一切テレビを見てない、家にもテレビがありませんね。NHK の方から来ました。はい、見てください。テレビありますか？ないですね。ワンセグありますか？ないですね。っていうね。だから、ないんですよ。本当に。うん。でね、そう。ということはやはりですね、触れる機会というのはある程度やっぱり、まだまだ人口比で言ったらあるわけなんですね。で、向こうの方はですね、簡単なんですよ。とにかくテレビの電源ボタンポチンと押したら何かしたらテレビが見れるんですから、YouTube も似たようなシステムありますけど、そういうところにですね、まあ私はもうアカウントね、こう作って政治系のねやつもいろいろと登録してるから、あ、政治がご興味あるんですねってどんどん上げてくれますけど、そうじゃない、一番最初からですね上がるのはですね、やっぱりそうじゃないんですよ。やっぱし、一般的な、ヒカキンさんとかはじめ社長さんの動画、最初にログインしたら、ロゴアウトしとると何が出てくる、あ、キマクレクックさんとかよく出てきますね。キマクレクックさんとかね、そう。私の動画なんて絶対出てきませんよ。この動画なんてね、ロゴアウトしてね、初めて YouTube にカチッとアクセスしましたという子がですね、この動画にたどり着くことはね、ほぼ 100% ないわけですよ。ゼロじゃないかもしれませんけどね。何をどう入れたらこの動画に当たるんかなっていうところですけど。やっぱしね、それはね、難しい問題なんですよ。そこの層でどうやって切り開くかっていうのはね、まあ、うちなんかは、まあ、ある意味それですんで、日本邦画党の方はね、そういったところでですね、だから難しく しないように したいな、というのはあります。すいません。言いながら、BBC のね、記事紹介ね、難しいことになってましたけど、多分、どうかな。まあでも私が頑張って難しいこと言ったところでね、素人ですから。そうなんです。あ、まあちなみに、素人の感想は聞きなさいですよ。素人の意見を聞いちゃダメですからね。そう、私素人ですからね。あくまでも。軍事ジャーナリストでも何でもありません。ただのね、自分、昔郵便配達をしとった、ね、いろんな自動車関連のね、お仕事をさせてもらってますっていうね、もう一工場員ですから、もう今や私。ね。はい。ですからね、それただの素人なんです。でもね、そういうところの方のがね、入りやすいっていうのもあるでしょう。ですからね、これはまた日本邦画党の方であり受けようと思ってますけど、基本的に、いわゆる、なんて言うのいいんですかね、ホスピタリティの高いチャンネルはしていこうと思ってるんですよ。日本邦画党。うん。ですんでね、そう、ホスピタリティの高さって、まあ、一応ね、私、なんかね、昔、上司の人にね、飲み会の時に言われたのが、おめえはね、ホスピタリティは高いんだよ、と。うん。だから、パンと会った人が、何でも質問しやすい空気はある、っていうのはね、言われた言葉でですね、うん。だからよく、なんか知らんけど、ほぼ初対面の人にね、無茶振りをされるとかね、そういうようなこともありますけど。それはですね、結構、なんかね、何がというところで具体的にホスピタリティの高さなのかわかりませんけどね、なんか、プラス企業とかで、ね、やり始めた時にね、実は、言われたことがあるんで、それは、ポンとホスピタリティは高いからっていうのを言われたことがあるんで、まあそういうね、ホスピタリティの高さをね、このチャンネルの方に生かしてですね、この政治チャンネルの方はね、政治チャンネルと言いながらもね、だから、間口をドーンと下げてですよ。それこそ、そんな、専門家の人にね、聞くのなんてね、なんか、バカバカしいようなね、バカバカしいのどんどん歓迎ですからね。ここのチャンネルは、他の真面目なチャンネルでは言えないような、バカバカしい政治の話とかもね、全然やっていけますし、まあ、もちろん、ね、がっつりした議論も、
一緒の場で、ね、できて、まあエントラントね、はやっぱ入りやすいこともできるだけ噛み砕いたね、表現とかでね、まあね、専門用語の解説とかもね、少しはできたらいいんじゃないかなと思います。ただあくまでも素人の意見ですからね、素人のまあね、感想にしとかないといけませんからね、うん、間違った情報とかね、伝わってしまうといけませんので、何せそんなにエビデンスをしっかりとってですよ、私の場合、ね、やれるわけじゃないですから、うん、ね、まあそのあたりはね、まあいろいろとやれたらいいんじゃないかなとは思ってますんで、うん、もちろんそういったのをやるときにはね、1分でまとめるね、そう、戻しましょう戻しましょう、1分でまとめる、これ読んでね、しっかりとね、要点をまとめれるようにね、したいと思いますよ。それの、でもね、これの前にね、読まないといけないのがあるんですよね。これはこれでまだ動画収録をしてるんで、まだあげると思いますけど、防衛白書ね、うん、なんか感想文とかやってるんですってね、あれもね、ちょっと書かないとね、それか防衛白書を読まないといけないですよ。いやー、あれをなんとか噛み砕いてやりたいなと思ってるんですけどね、うん、噛み砕く前に私の歯が折れそうなんですよね、硬くて防衛白書が、うん、経済系の白書の方がね、多少見慣れてるっちゃ見慣れてる、統計と調査とかね、うん、社会学部だったんですけど、意外と経済学部のね、そういった統計調査ね、あれとか好きなんですよ、私。出口調査じゃない。好きなものの名前忘れたらいきますよね。景気ウォッチャー調査ってなるんですよね。あれ面白いんですよ。景気ウォッチャー調査っていうのがね、あれどこやってるんでしたっけね。ちょっと一回調べてみよう。景気ウォッチャー、景気ウォッチャー調査、内閣府がこれやってますね。内閣府のところに行くとね、ありますよ、景気ウォッチャー調査っていう調査があります。あ、ちなみに内閣府にはいろんな統計情報出てます。内閣府のホームページに行くと、見れます。これは原則ね、どこかのね、大陸のね、国と違って、正式なね、ちゃんとした数字が出ているはずですから、うん、景気ウォッチャー調査っていうのも上がってます。調査の結果、調査の時期とかに上がってますけど、これは毎月、25日ね、やってるんですよね。で、調査の目的とかで出てますけど、調査の方法とか載ってますけど、調査の結果はどこに載ってるのかな、これが公表資料か。公表資料とかありますね。令和元年、今年も10月まで出てますね。10月のウォッチャー調査は、どういう風になってるかって言ったら、検査結果の抜粋とかも、ね、全部ね、これネットで見れます。無料で見れますからね、ぜひこういった、ね、やつを見てほしいんですけど、先月さ、これは3ヶ月前と比較して、あ、なるほど、5、6、7、8、9、10と、うん、ね、まずからの、いわゆる、数値が出てるんですけど、いやー、軒並み下がってますね。先月さ、9月から10月の間で46.7から36.7に下がってる。マイナス10も大きくやっぱし、その景気の状況判断っていうのは下がってるんですね。先行き判断も、少し盛り返しておけば、そうか、まだ50を割ってるんですね、これ。これ何がねすごいってね、50割ってるの、確かこれって、あれ、はは、景気先行き判断、なんかね、すみません、
あ、そうですよ。好きと言いながらですね、そんなにちゃんとね、数値をですね、しっかりとね、見れるわけじゃないですからね。あ、そうそうそう。あとって言ってもね、ちょっと低水準なんだと思うんですけどね。あ、まあ、そんな点はね、うん。ちゃんとね、プロの方がきっと解説をしてるじゃん。景気ウォッチャー調査はね、多分ね、やってる人いると思いますよ。うん。ああいうのね。そう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 。こういったのを、統計情報とかを見て、それを要約してまとめて出すことによって、ね、エントランドとかにもつながっていくわけですよ。こんなね、そんなことをね、ぐだぐだとね、1時間も喋ってるような動画をね、エントランドなんてやってたらですね、それとバカですからね。よっぽどね、最底辺ですよ。ね、本当に。うん。そんなのがね、若いのなら分かりますよ。若い子がね、何も分からずにね、ちょっと相撲心作ってみたぜって言ったらね、勢いもあるですってあれでしょうけどね。もしもそんなのはね、30超えたおっさんがですよ。30も後半に入ろうというおっさんがですよ。ね、特にこんなノリも勢いもなくですね、ぐだっぐだとやってたらですね、これも低評価間違いなし。ね、もう低評価ですよ。うーってね、本当に。ああ、うんうん。さあ、すごいですね。ああ、もうね、なんやかんや言いながらですね、50分近く喋ってるんですね。ああ。まあでもね、そこにもね、いろんな ね、調査結果とかで、内閣府、まあ各省庁でも上がってるはずですけど、内閣府のところに行くと結構いろいろ上がってるはずなんですよね。あ、ちなみに防衛白書は、防衛庁のところに、ありますし、あれなんですね、Amazon の Kindle でね、実は無料公開されてます。ですので、Amazon の Kindle 入れてはる方は、Amazon の Kindle から、Kindle のね、アプリで、防衛白書って入れると、最新版のものが上がってきて、0円で購入できますので、そのまま購入してダウンロードをすると、もうそのまま、防衛白書、フルで、読めますので、ぜひ、ご興味ある方は、ぜひ原本読んでみてください。どうせタダですしね。うん、まあ、そんな中ではね、なんかわからん言葉があったらですね、聞いてもらったらですね、そんな専門家の人にね、わざわざ聞くのもね、っていうようなことをね、聞いてもらったらですね、こっちの方でですね、まあ、どうせわかりませんけど、適当にになっちゃいますけど、ある程度ね、わかる、ね、調べれるところは調べますけど、まあ、何せ素人なんで、あんまりわかりませんから、はい。うん。第一、その話をね、今ここでしちゃダメですよね。ね、さあ候補とかもいろいろ出てるんですね。まあそんな感じなんですよ。まあまだまとめに入るには早いか、あと10分。どうでしょうか。ああもうあらかたなんか喋りたいことは喋った気がしますけどね。いや、そう、重要なことをね伝えようという時にね、重要さをね、決める方法っていうのはね、大事なんですよね。そうそうそう。昔ね、よくありました。仕事をするときの判断基準っていうのでね、まあ私の場合はレベル1からレベル5とかって言ってね、やってましたけどね。一番大事なのは、一番優先しなければいけないのは命に関わること。いわゆる火事が起きました。みんなを避難させましょう。これはもう一番大事。ね、生命に関わるところ。ね、これが大事になってくる。それに対してとかって言ってね、で、4つ目が、法律に違反しないんだったかな。まあそこは逆の場合もあるでしょうけどね、本来は法治国家ですから、法律を守ることが一番上にあって、で、その次に災害対応とかそういうふうになるのかもしれませんけど、私の場合、役目は人命最優先。で、その次に、法令遵守というふうにしてましたけどね、今言うとこれはまずいのかな、どうでしょう。で、あとは、会社の利益に沿わないようなことをしてないかとかね、絶対にしなければいけないことを、マストでしないといけないことで、ハフトゥー、することが必要であることで、ドゥ、ね、作業としてするべき、すること、 やることで、キャンドゥ、できるなら、やった方がいいことと、あと何だっけ、ホープトゥードゥだ。で、できるならやっといてねっていうのと、ここまでできたら理想だねっていうところ。
その順番で作業をやっていきましょうねって言って、どん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 ね、下の方のこともできるようになって、キャンドゥできるようになったら、能動的に動ける人間になれる。で、ホープ2まで行ったら、すごく意識高く、いろんな、何でもできるような人間に、いろんなことに挑戦できる人間になっていける。それによって、店舗、会社という組織も、粘度も上がるっていうわけなんですよね。っていうようなことをね、昔ね、言ってたことあるんですけどね。まあ、それで店舗もうまくいっとってなかったらすいません、なんですかね。その当時の方々もね、ご迷惑をおかけいたしましたってね。今の話よかったら、今の部分だけ聞いとって使おうかな。後でやろうかな。ここね、そう、5つの連会ね。その重要性なこと。そうですよ。いや、今回の動画の内容ですからね、重要なことを伝える技術ですから、ね、重要度の決め方ね、さっき言ったようなね、その5段階とかに分けて、やると、うまいことできるんじゃないですか。ああ、すいません、まとまってきたぞ。よし、あと10分、あと10分か。よし。よし。で、まあ、そういうような風にしてですね、まとめるためにはどういうことが必要なのかね、ここら辺の、ね、後半でザーッとやっていきますよ。もしかしたらね、もう、間ね、ブツブツブツと飛ばしてですね、ここからドーンと見る方もね、いるかもしれませんからね、その前に停止ボタンか、戻るボタン押されてそうですけど、あとバットボタンね、押されてそうですけど、まあ、要は、まず要点をまとめることですね。やっぱし、まあ紙の文章で書く、もう書かなくてもいいですよ、別に。紙で書いた本の方が、やっぱし、書くことによってね、要点がまとまるということもあるっちゃありますけど。まあそれはね、パソコンの、もうね、ワードとか、さっき言ったようにね、こういうやメモ帳でもいいですよ。ね、メモ帳でやってね、まとめて。で、それで順番きちきちってね、入れ替えてみて、ああ、優先順位が整ってきたな。言いたいことまとまってきたな。ってやったらですよ。こう、うまいことまとまってですよ。で、最終的に言うことをね、例えば1分だったらね、原稿作るっていうのも手ですよ。1回何分もやるって。自分の喋り方というか、ただ、私の喋り方ちょっとね、早口でしょ。早口なんで、まあ、もう少しゆっくり喋った方が本来は伝わるはずです。1分で伝える場合にもそれはしっかりです。1分で話さないといけないからといって、バラバラーってね、詰め込んで喋ると余計に伝わりにくくなってしまいます。なんかそれっぽいでしょ。そうやって言うとると。お前が言うかというね、いうふうに。まあ、その意見もごもっともですけど。ですんで、ね、要、まず重要性をまとめる。何が言いたいのかをまとめる。その中で重要性をまとめるでしょ。で、あとは、それを、メモ帳なりね、メモアプリでいいでしょ。メモアプリとか、まあ、ワードとかでもいいですし、紙のメモでもいいですよ、もちろん。で、まとめる。そして言いたいことを原稿にする。1分で伝える場合とか、5分以内でしたらもう原稿を作る。原稿を作って、で、一回読んでみてね、あ、これだと多いなとか、ワード数とか、そうすると慣れてくると、ワード数とか分かってきますから、自分の喋るワード数。あとはね、実際に、そういった、トークがうまいな、例えば、スーツさん、ね、鉄道系 YouTuber のスーツさんとかね、カスヤさんとかね、いわゆるトークで、あ、うまいことを聞かせることができるなっていう人は、じゃあ、ワンワードあたり、どれぐらいかね、ワードを測ってみて。で、自分も、そのワード数に合うように、1分で喋れるワード数というのをですね、多分あるはずですよ、多分探せば。1分で喋るのに最適なワード数っていうのがね、早口に聞こえない、しっかりと相手の耳に届く、ワード数っていうのもあるはずなんで、そういうのを調べてですね、お前が調べとけたらしいなんですよね。一回調べてみましょう。もうちょっと時間がありますから。1分あたりの、ワード数とかで言うと、プレゼンスピーチ。あ、ありますね。プレゼンのコツって言って、1分あたりで、どれぐらい？プレゼンのスピーチは1分間で300文字が適切らしいですよ。で、プレゼンスピーチは2分で一区切り。まあですね、2分以上になる場合はね、つけてやるような、エビデンスじゃないね。いわゆるシーケンスですね。シーケンスをピュッピュッピュッと2分ごとに持っていく。で、1分間にあたりは300文字でまとめるといい感じのスピーチになる。つまり1分でまとめるということは、自分の伝えたいことは300文字でまとめなさいよということにつながってくるってわけですね。
これで1分でまとまりますね。はあ、はあ、はあ、はあ。そういうことですね。で、これね、スピードの意識もね、やっぱし大事なんですよとかって書いてありますわ。はあ。あ、これ、やつ一応貼っつけときましょうかね。うん。ツイートで一応、リツイート入れときます。で、これいつを、またちょっと、リンク貼っときましょう。ということでですね、ね、1分でまとめようと思ったらまとめれちゃうんですよね。最後の方に1分でじゃあ一回まとめちゃいましょう。ね、よいしょ。うん。ね、さあ、あとは、まあそんな感じでですね、とはいえですよ。まあこういうふうに雑談するともいいじゃないですかね。まあ、まあ心に余裕があるときは。何も映像のいらないですね。ずらーっと聞いとけるのはね、そういうようなのね、あれですんでね、ラジオ番組なんかもやってみたいんですよね。ふるーっとフリートークで喋るようなね。うん。まあ、聞き方なくても大丈夫です。聞き流していただけるようなね、ニーズっていうのもあるんじゃないかなと思いますよね。ただ、ちょっとうちのね、今、作業環境上ね、そういった動画は非常に上げづらいんですよ。うん。ですので、まあ、ちょっと、うん。そのあたりちょっと今回転を測りながら、動画のね、ちょっと投稿方法とかもいろいろと書いてるんですよ。アテレコのね、画面のやつなんかもね、実は収録方法で、ね、いろいろとね、2、3回ぐらいちょっと大きく書いてね、少しでもね、ちょっと初期のやつ聞き取りづらいでしょう。あれもちょっとね、いろいろ回転を施したいなと思ってるんですけどね。うん。まあ、やれる限りで、まあ、ね、いろいろと料金も変わったりしたところあります。YouTube の方も。書いてればなんかもね、順次、ちょっとすいません。ちょっと、プライベートの方もね、プライベートというか、本業の方もね、ちょっといろいろと忙しかったりして、うん。なかなか、観光のイベントも始まったりで、で、私もね、実はこの休みね、ずっとね、あそこで出かけまくってますんでね、多分来週、再来週、あたりもね、ちょっと、もうずっと予定が埋まってますんでね、ちょっとドタバタになると思いますが、その中でね、1時間どうかな、そろそろ1時間いくのかな、どうかな、2時間43、あれ？違う、こっちや、56分50秒、あ、53秒、57分まで来ましたね、あと3分ほど、うん、ということなんで、最後にね、1分間でね、まとめてね、その1分で伝えることの大切さとね、できることをね、今のうちに考えましょう。あと2分ぐらいで考えましょう。ね、うん。1分ぐらいで考えましょう。つまり、1分で伝えるということは、要点をまとめて伝えやすくする。ね、相手の集中力等に配慮するっていうところら辺ですね。メモしやんでいいんかってね、そういうのをメモするっていうのを言いましたよね。うん。そう、シーケンスつけてね、ちょっとね、メモしていきましょうよ。ね、パパッと。何でした？集中力を持たせる。集中力の問題と、5つの、重要度ね、重要度における。で、あと何って言ってた、5つの重要度、マスとハーフツーツールーキャンドゥワンとツートゥやろ、5つの、やつにまとめて、でプレゼントは、大体1分でまとめるのは1分で300文字ですよね。で、まとめれるようにやっていくようにしましょうということで、した。ということで、これでラスト1分になるんじゃないかな。はい。ということで、ラスト1分で、本当に1分で大切なことを伝えるために必要なものは何なのか。実際に中身は全然読んでないんですけど、私なりに考えた答えね、この1時間頑張って考えた答えを出してみました。1分間で伝えるということはですね、要は集中力を持たせて伝える。つまり相手に効果的に伝えることができるということなんでしょう。ということでですね、そういうふうにするためには、やはり要点をまとめないといけません。で、どういうことを話さないといけないか。いわゆる、演題をしっかりと決める。
自分が伝えたいことは何なのかというのをまず主題を決める。その中でどういうことが、具体的にどういうことを伝えないといけないのか、重要度を決める。一つはマスト、絶対に伝えないといけないこと。そしてハフツー、伝えることが必要である内容であること。そしてツールー、伝えること、普通、一般的なこと。そしてその後に、つながってくるのがキャンドゥ。できるなら伝えておきたいこと。あとは、ワンツールー、ホープツールーですね。うん。ここまで伝えられたら完璧だなということ。それが本当に1分以内でまとめれるか。それは、連動にも寄ってくるところです。連動を上げることによって何回もやることによってなれるでしょう。その目安として、やってくるのが、1分あたり大体300文字でまとめると、スピーチとしてはいい感じになりますよ。で、2分ごとにこう、エビデンス、シーケンスを区切るような感じでまとめると、いい感じで、1分で伝えることができるようになります。ということで、そういう風にやっていきましょう。今後も頑張りますということで、この動画を締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。